はい、それではこの消費者と生産者と政府がいるモデルですね、一括税のモデルを R で計算していきたいと思います。まずソルバーを使いますので、ソルバーをライブラリを呼び出しておきます。ノンリニアイクエーションソルビング NLEQSLV で、モデルのパラメータを設定します。向量関数のパラメータが A1 も A2 も今1にしておきます。ガンマは 0.5 ということにします。生産関数のパラメータ、全要素生産性が1で、はい。キャピタルの指数ですね。これ3分の1にしておきたいと思います。で、それからエンダーメント。各家計が持っている時間の量を1。まあ、1時間ってことはないですよ。1万時間でもね、1時間でも何でもいいんですが、1というふうに置いて、キャピタルの量はちょっと多めの2というふうに置いておきたいと思います。で、税金は 0.2 というふうにしておきたいと思います。これは、後で比較性学の時に、G の値は変えますけれども、とりあえず最初は 0.2 というふうにしておきたいと思います。さあ、関数の定義です。私の一般均衡ということで、My General Equilibrium 1という名前にします。X の関数というふうに置いて、はい。で、今回は7変数ですからね。X は7つの要素を持っているということで、それぞれ名前を付け替えていきます。すいません。X1 ですね。で、X2、2番目の要素が L、余暇ですね。3番目の要素がラグランジュ未定乗数。4番目の変数が労働需要、企業の労働需要。5番目の変数が産出量。6番目の変数が企業の利潤で、最後は賃金です。はい、ちょっと見にくいんですけどもね、プログラミングは大文字と小文字が区別されていますから、大文字と小文字を間違えないようにお願いします。ここでは C は、消費は大文字の C を使っています。それから賃金の方は小文字の W を使っています。まあ、何でもね、文字は何でもいいんですけれども、ちゃんと一貫性がないとね、統一されてないと後でエラーになってしまいますので、大文字小文字をしっかり区別するようにお願いします。さあ、7つの式をね、ここに加えていきたいと思います。1つ目の式、もうこれは単にコメントですが、省略してもらって構いませんが、1つ目の式は、予算制約ですね。賃金かける労働時間。これが労働収入で、さらに企業からの配当収入があって、税金を支払う。これが可処分所得ですね。可処分所得の分だけ消費するということで、ここから消費を引いたものがゼロになっている。これが一つ目の式です。はい。後で分かるようにね、こんなふうにコメントつけておくと、後でまた復習するときに、何やってるかね、思い出しやすいですからね。コメントをつけておきますが、次の式が、向量最大化の一回条件です。はい。一回条件は、係数 A1 かける消費のマイナスガンマ乗が、ラムダに等しい。はい。レイジャーに関する一回条件が、係数 L2 かけるレイジャーのマイナスガンマ乗がラムダかける賃金に等しいというのが向量最大化の一回条件でした。で、今度は企業の、利潤最大化の一回条件ですね。これが EQ4 というふうな名前にしますけれども、何だったかっていうと、Z かける K のアルファ乗かける1マイナスアルファかける
N のマイナスアルファ乗。これが賃金に等しくなっているよ。限界生産がね、賃金に等しいよという条件が、これが N に関する1回条件でした。今回はね、キャピタルに関する1回条件はないよということでしたので、次に行きたいと思います。マーケットクリアリングですね。これが、はい、労働供給が人々が H 時間持っていて L 時間を余暇に使うということで、これが労働時間ですね。これが労働供給で N が企業による労働需要ということで、この2つが等しいよというのが労働市場のクリアリング条件になります。はい、あとは算出と利潤のね、定義です。算出の方は、これはもう、生産関数によって、企業がですね、企業が N を N さえ決めてしまえば、あとは算出は Z かけることの K のアルファ乗かける N の1マイナスアルファ乗ということになります。で、生産量が決まってしまえばね、π は何だったかっていうと、売上引く賃金のコストですね。賃金かける労働投入量ということで、これで π が定義されます。はい、これで7本式が成立しました。まとめます。変数は何でもいいんですが、小文字の y、 小文字の y は使っちゃったけど、小文字の y はまだ使ってないので、小文字の y でまとめていきたいと思います。1つ目の変式、2つ目の式、3つ目の式、4つ目の式、ね、7つあります。はい。で、これが全部ね、00000と、あ、これが7つね、変数を返してもらう関数を、これで定義し終わりました。実際に実行していきましょう。ね、パラメータもどん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 右側に作ってもらって、関数も出来上がりました。ちゃんとできましたかね。一応7つ入れてみますね。はい、ちゃんと計算できてるかどうか分かんないけども、一応エラーはなく、7つ。値を入れたら7つ値を返すという関数にちゃんとなっていることが確認できました。じゃあソルバー使ってね、計算していきましょう。